岸田総理大臣は被害をを訴ええるる元信者らと面会する考えを示しましまた。また、被害者の救済に向けた与野党協議について議論が進むことを期待していると述べました。 一方、立憲民主党の泉代表は与野党協議が決裂した場合は内閣不信任決議案の提出も視野に入れる考えを示しましまた。もしこの協議がまとまらないということであれば重大な国民に対する背信行為だと思います。